18号さん、大丈夫ですか？多分、気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人とも、とてもお強いんですね。まさか、波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？もしよかったら、18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。